営業うまい天才やって対外的に言ってるけど、そうじゃなくて努力の塊や。だから営業マンって口がうまいだけじゃなくて、誰よりも自社のサービス徹底的に知ってる。そんだけ知ってるから自信を持てるから、その日に契約取らないと悪だって思える、罪だって思える、まあ、そこまで思えるんやったら経営者向き。営業の話なんですけど、うん、他社の商品を、自分がセールスマンとか営業になって売りに行くときに、うん、今回は僕はFC をどんどん売っていこうと思ってるんですけど、 FC のオーナーになる人ってどういう人なのっていうリサーチと、さらにそういう人はどこにいて、そういう人たちにどういうアプローチをかけていったらスムーズな営業っていうのができるのかっていうことが知りたいです。なるほどな。 FC に興味ある方は林社長のFC チャンネルの YouTube を見てる人やんか、はい、で特に興味があって積極的な方ってコメントとか書いたりしてるわけやん、はい、場合によっては例えば林社長のインスタグラムをフォローしてる方で基本フランチャイズ興味あるゾーンが多いわけや、まあ、単純にまあ林さんのことが好きだからっていう人もいるかもしれないけど、属性としては高いわけやんか。インスタやったら別に DM 送るのお金かからへんやんか、はい、なら DM 送ってしまうっていうのも一つのまあ手段やとは思うね、はい、でウォーターサーバーとか特定のものがあるときにそれを利用する方っていうのをイメージするね。何でもそうやねんけど、ウォーターサーバー使う人どうしてやろうと思ったときに、その時はまだ独身で結婚もしなくて子供もいなかったけど、一番パッと浮かんだのが赤ちゃんのミルク作るのウォーターサーバーあったら便利やなと思って、熱湯が入るステンレスの、まあ、保温器というかそれを持ってきてベストサイズに置いて、これも煮沸してとかきちんとまあ、きれいにしなあかんやん。でもいつでも90度のお湯、いつでも5度の冷水が出るウォーターサーバーが寝室にあったらめっちゃ便利やん。それが月々1000円2000円3000円で使えるんやったらいけるやろなと思った時に、小さなお子様もしくは妊婦さん、今妊婦さんのキャンペーンを行ってるんですよって、本来やったらば初めからウォーターサーバーのサーバー料あとお水代もかかってくるんですけども、今回妊婦さんっていう形なので、こういう割引つけさせてもらうので興味ないですかって一度飲んでみてくださいみたいな。お客様もそうやなって、これから子供も生まれてくるし水も重いやん買うの、うん、だそういう方が次どう言われたら響くやろっていう。じゃあ水道水、まあ、大阪ってすごい水道局頑張ってるから水道水きれいって言われてるねんけど、じゃあ水道水で起きた事故とか起きた例えばニュースとかをいろいろこうまあ記事を取っとくねん。何々新聞って書いてて何月何日って書いてる記事で、水道水からこういう成分が見つかったんでご存知ですかみたいなって言われたら、え、そうなのってなるやん。知らないことを言われると急に心に隙ができんねやんか。その時にこのウォーターサーバーっていうのは高いようなんですけども、ご家族を守る意味でもすごく大事なんですって。で結局奥さんがいらっしゃった場合に、例えば俺そのレオ君が喋ってる奥さんの俺が旦那としようよ、こうって自分の妻が君みたいな子に喋られたら腹立つんよ俺はっていう男性もいてるっていう顧客心理になってほしい。だからこそご主人さん、さっきご主人さんを巻き込む、めちゃくちゃ奥さんのこと大事してそうなご主人さんなので、あえて僕奥さんにお話させてもらいたいんですけどいいですかみたいな、おーいいよやっときみたいな、じゃあ俺ちょっと見てくるわみたいな、あえて自分がまず主役にしてくれたから、そんなの気に入ったら帰ってきて、なんか気に入ったんかって、いや契約していいよみたいな、いろんな、だから君はまだまだ自分を主観視でしかできてなくて、客観視してほしい。いろんな方々の考え方があるっていう、いろんなタイプに一番ベター、ベストって何や、営業にベターだろうっていうのをまず引き出しを引っ張ってみてやってみる。それがベターならば、この引き出しにつながってる次の引き出しを引っ張って言葉を投げかけていくっていう、もう全て準備なんや。営業うまい天才やって対外的に言ってるけど、そうじゃなくて努力の塊やねん。この言葉をやったらこういうタイプにはいいだろうと思って失敗した連続の中でワードチョイスを変えていって、だからこういう属性の方にはこういう言葉を言ったら喜んでもらいやすいなみたいな、まあ、そこで共通して言えることっていうのは、褒められて怒るやつは言えなかった、めちゃくちゃおしゃれっすね、どこで買ったんですかこれって言って、何聞いてんねんっていうやつおらんかっただからまあそういう共通点を教えてあげれるかなって、うん、だから僕は44歳っていう人生の中で今経験を培ってきた、レオ君はまだ20代やったら、これから経験を積んでいけば44歳に君たちがなった暁に僕を超えるなんて簡単やと思う、ね、今からの考え方、生き方、向き合い方したいかなって、うん、人材版タイガーファンディング始まります。虎も志願者も募集してます。詳しくは概要欄から。
自分がひねくれてるかもしれないですけど、ひねくれてるな、君は。そうですね、顔がひねくれてるわ。ひねくれてるなと思うんですけども、まあ、今そのエステで営業してて、だから他のところに自分が行くときに、まあ、エステ以外もそうなんですけど、あ、営業かけられてるなと思うんですよ、うん、だから、あ、営業かけられてるからこれってほんまに自分と思ってくれたんじゃなくて、営業として言ってるんやなと思ってしまうから、別に 買うっていう行為につながらないです。それってその営業の方の能力が低いからなんですかね。うん、やっぱそういうことですね。そういうこと。営業をかけてると思ってるのは君が営業してると思ってるからじゃない。エッセのコース契約取ろうっていう行為をしようと思ってるから営業かけちゃってるって思ってるわけよ。でお客様もそれが伝わっちゃうわけやん。だってそういう空気が漏れてんねんから、営業してやるぞみたいな。俺は別に特に太陽光を売り出してからかな、営業をしてる感覚を捨てようと思って。でお客様の時間ってすごい大事なもので、それを俺に対してくださってるってことは、俺はこれ結果として契約まかへんかったらこのお客様は絶対他の業者でまくってなれば、もっぺん同じ時間を費やしたりとか、これ営業かけるじゃなくて、このお客様の幸せのためには契約この場で決断させないと俺はすげえお客様に失礼やなって思い込んでて、だから別に営業かけてないね、お客様のためにっていう。どういうふうなトークをこう起承転結していけばこのお客様に響くだろうっていう属性を考えていくんやんか。だからもちろんエステに来られるお客さんはいろんなエステ行ってこうやって営業かけられるの嫌でしょって言って、そうやねんって分かってくれるっていう同調から入ってもいいと思う。だとにかくお客様は自分のことを主役にしてもらって、この方いい人ってまずならないと、この方やったら信じれるってならないと契約っていう行為は絶対せえへんやんか。だからシンプルなワンパターンで言ってると思うね。これってこうでこうですごくないですか、このお客様こんな感じなんですよでしょ、で実際1回やったらこの料金が、なんと今日は10回コースでこの料金なんです、どうですかでしょ。これで契約になってるのはラッキーなだけあって、君の実力じゃなくて、たまたまそのお客様がその営業スタイルが嫌じゃなかっただけで、今の質問でいくと、まあ、そういうのが嫌な方っていうのがいてるっていう事実を分かってるわけやんか。じゃあ小出しにしていくみたいな、このお客様どういうタイプやろっていうのを探り探りみたいな。で入ってきて人のイメージってもう本当に5秒ぐらいで決まっちゃってんねんな。ここ入ってきた瞬間、あ、山中君ってこういう人やるなって勝手にこっちの先入観って見てると思うね、お客様も。そこをぶっ壊すところがかな。だからお客さん自体も必ず初めて行くエステ店なんか緊張するって、俺も緊張するもん。初めて行く美容院でも緊張するよ、どういう仕上がりになるんやろうとか。だからこそそのお客様をリラックスさせてあげるのがまず大事なわけ。お客様は綺麗になりに来るのと優雅さの時間とかにお金を払いに来てくださってるから、間違いなくドクターエイチの施術はいいやん。だからこそ他のエステ店で無駄なお金を使わせてあげるのは悪やねん、うちの契約を巻くことが正義やねんって俺は思う。そう思えたら多分アプローチの仕方が変わってくる。これがプロフェッショナル。だから営業マンって口がうまいだけじゃなくて、誰よりも自社のサービス商品のことは徹底的に知ってる。そんだけ知ってるからいいものだから自信を持てるから、そうやってその日に契約取らないと悪だって思える、罪だって思える、まあ、そこまで思えるんやったら経営者向き。君一人おったら 4,5 人の人件費ぐらいは賄えるぐらい売り上げ上がるから。でどっちかって言ったら、俺は創業ベンチャー時期はそういう社長の方がいいんちゃうかなと思う。だってその従業員の子たちは社長のおかげで僕たちまだ売り上げ上げんでもかかって勉強時期やらせてもらってると思うから、信頼関係できると思うね。そうこうしていくうちに徐々に教えてあげたら人間関係もできてくる。だからその中で番頭と呼ばれる人が育ってくる、うん、そもそも経営者になりたいと思ってる子たちと、そもそも雇われがいいと思ってる子たちの意識ってやっぱり違うから、だから成長スピードを自分とイコール望んではいけない。でもこういう子たちが後から伸びてきて自分を超える存在になることもあり得んねや。だってそもそもタイプが違う人やから。だからどっちが上かなんか分からへんね。経営者になりたい人が上なのか、なりたくない人が上なのか分からないって思って。だって所詮俺たちまだ人生、まあ、俺でも44年しか生きてないし、君たちその半分ぐらいしか生きてないし、他人様のことを決定できるだけの経験はまだしてないし、まあ、そういうふうに思ってたらいろんなことに感謝できねえと、あ、こうやって今日会わせていただいたお客様ありがとうございますみたいな思えるし、
で、いいかな、はい、はい。